このジグヘッドは、ヘッドの形状が非常に特徴的です。ここの部分でですね、水を受けるようになっておりまして、例えば大きく、ロッドをアクションさせたときは左右に大きくダートします。小さく、ロッドアクションを入れたときには小さく首を張ります。そして、ロッドティップをこう細かくシェイクするような風に動かすと、こういう風にロールする動きになります。そして次に、フォールについてですが、このジグヘッドはテンションをかけてフォールをさせてやると、水平姿勢をキープしたままじわっとこうフォールしていきます。そして次に、フリーフォールですね。フリーフォールの時はこうストンと落ちるのではなくて、この面で、水の抵抗を受けますので、こう少しこうイレギュラーに揺れるような感じでフォールしていきます。